皆さん、馬場代表と、維新の会は暴言撤回して、これを拒み続けるだけでなく、政府が日本共産党を破壊活動防止法に基づく調査対象団体としていることを持ち出しまして、暴力革命の方針を持つ危険な政党だと政府が見ている、このような暴言を正当化しようとしております。しかしこれは全く的外れなデマの攻撃でございます。1989年の2月18日の衆議院予算委員会で、日本共産党の不破哲郎議員の追及に対しまして、公安調査庁の長官は36年間も調査した結果、日本共産党の暴力革命の証拠が一つも見つからなかったことを認めました。